いらっしゃい。なかなかいい仕事をした。それと今回は報酬以外の褒美も。よし、これからもよろしく。これくらいの。ご苦労だったな。それと今回は報酬以外の褒美。よし、これからもよろしく頼むぞ。少し仕事がざ、これくらい。少し仕事がざ、仕事。いらっしゃい。これくらいの。ご苦労だったな。それと今回は。よし、これからもよろしく頼むぞ。悪いな。仕事が欲しい時は。
いらっ悪いな。出るでしょ。そんな一人前ってどうなったら一人前なの？そりゃあたしから見て一人前になったらよ。それってメロ姉ちゃんが好きに決められるってことじゃ。さて無駄話はこれくらいにしてっと。一人前以前にまずは冒険者にならなきゃ始まんないんだからね。なんかはぐらかされてる気がする。気づいてない。チャンスかも。えい、くらえ。どうしよう。全然勝負になんなかったわね。さーて、いっちょやりますか。えい、くらえ。余裕。ほーれ。えい、よかった、勝てた。
らい簡単簡単。いくつ作ろうかな。いらっしゃい。これくらいの。少し仕事が雑なんじゃない。これ少し仕事が。これ。仕事。いらっしゃい。ご苦労だった。それと今回はよし。これってチャンスじゃない？えい！あいだ！それ！どうしよう！そうはさせないわ！あいだ！余裕余裕！くらえ！えい！どうしよう！余裕余裕！
これ。はい、おしまいっと。気づいてない、チャンスかも。えい。どうしよう。あぶれ。余裕余裕。それ。おっと。えい。くらえ。
それ。どうしよう。そうはさせないわ。余裕。くらえ。いいんだよ。くらえ。よし、これを使おう。余裕。それ。くらえ。よし、勝った。気づいてない。チャンスかも。いらっしゃい。これくらい。少しし。これく。ご苦労だった。それと今回は。よし。この程度の依頼は楽勝だろう。早めにお。それじゃ。これくらいの。それじゃ。
いらっしゃい。少し仕事が雑なんじゃないか。これじゃあ報酬を全額やるわけにはいかんな。なるのかわからねえんだって。そっか、そうだったね。あー、もうこういう雰囲気苦手なんだけどな。とにかく今日は帰って休みなさい。ここでうじうじしてたって仕方ないし、何かいいことあるかもしれないわよね。そうだな、どうせも何もする気起きねえし。帰ろっか。まったく手間のかかる。でもまあれだけ落ち込むくらい本気だったってことよね。あとはうまくやんなさいよ、ゼジ。私もジーノ君も。でもすぐ泣くんだから。
き虫さんが冒険者になれるのかしら。泣いてないもん。本当しょうがないんだから。はい、これ。ん、お金。行ってらっしゃい。ただし冒険者の免許をもらったらすぐ帰ってくるのよ。いいの？私はまだ反対なんだけどね。メルビーが行かせてやればっていうの。あの二人なら多分大丈夫だからって。それにトトリちゃんがずっとそんな調子じゃ私も嫌だし。ありがとうお姉ちゃん。でも何？これじゃあまだ馬車のお金全然足りないかな。え、そんなはずないわ。ちゃんと馬車の料金往復2人分入れといたわよ。だってジーノ君が10万コールかかるって言ってたし。10万？そんな無茶な金額。きっとペーター君に担がれたんだね。いつからも何もセツィと一緒に帰ってきたんだが。そうだったの、全然気がつかなかった。それより担がれたってどういうこと？あの子はサボり癖がひどくてね。仕事をしたくない時はいつも無茶苦茶な金額を言うんだよ。村の人間は大抵知ってることなんだが。そうだったの？ひどいよ、私本気で落ち込んでたのに。はあ、昔からそういうとこは変わってないのね、ペーター君。でもそれだったらお姉ちゃんにお金もらわなくても大丈夫かも。いいわよ、使ってちょうだい。冒険者になれば必要なものもいろいろあるでしょうし。でもだからって無駄遣いはしちゃダメよ。それとくれぐれも気をつけてね。さて、それじゃあすぐ夕飯にするから今日は早めに休みなさい。明日早いんでしょうし。その前にジーノ君にも教えてあげなきゃ。ちょっと行ってくる。すっかり元気になっちゃって。元気なんだから。いいんじゃないか、落ち込んでいるよりずっとあの子らしい。そうだけど本当に良かったのかしら。落ち込んだままでも冒険者なんかにならないでずっと家にいてくれた方が。大丈夫だよ、あいつと同じようなことにはならないさ、きっと。そうかそうか、お前ら本気で信じてたのか。笑い事じゃねえよ。そうだよ、ひどいひどい。悪い悪い、あんまりジーノがしつこかったもんだからさ。それにセツィさんもお前がアーランド行くの反対してたみたいだし。だからってあんな嘘つかなくてもいいのに。でも俺の嘘のおかげで結果的にセツィさんにちゃんと許してもらえたんだろ。
むしろ感謝してほしいくらいだな。そうだけど、なんか納得いかない。もういいや、それより早く出発しようぜ。そう慌てんなって、長旅になるんだからもう少しゆっくりしてから。ドトリちゃん、ジーノくん。セツイさん。ああ、せっかくの見送りを邪魔しちゃ悪いよな。俺向こうに行ってるから。やっぱりヘタレだな。だね。よかった、間に合って。これお弁当、ちゃんと3人で仲良く食べるのよ。うん、ありがとう。さて、あたしはあいつに釘刺しておこうかな。ちょっとペーター。あ、なんだよ、こっち来んなよ。ちゃんと二人を送り届けるのよ。何かあったら承知しないから。大丈夫だよ、俺の馬車に何かなんて起きるはずないからな。不安だわ、不安すぎる。やっぱり私も一緒に行こうかしら。ああ、来るな、お前は絶対に来るな。あの二人は相変わらず仲がいいみたいね。仲がいいって言うのかな。気をつけて行ってくるんだよ、ジーノ君。トトリのことよろしく頼むよ。ああ、任せといてくれよ。ちょっと真面目に聞きなさいよ、だいたいあんたは昔から。ああ、しつこいな。おい、もう出すぞ、早く乗れ。あ、うん、それじゃ行ってくるね。え、行ってらっしゃい。変なもの食べちゃダメよ。あと町に着いても知らない人について行ったりしたら。もう子供扱いしないでよ。それじゃ行ってきます。しばらくは静かになるわね。寂しそうな顔するんじゃないの、すぐ戻ってくるんだから。そうね、すぐ戻ってくるわよね。